必ずやろう日本最高の浅川豊です<ー>この動画を見てなるほどねなんて思ってくれたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします12月18日のデイリーニュースをお伝えいたします再びですね私実家の方に戻ってきましたこれから2ヶ月ちょっとですねこちらを実家を中心にした形で持ってまあ、週1回は上京しますけれどもまあ、そんな感じで持って動いていくことになりますまたよろしくお願いいたします 今回はですね民主主主義義国国家家はは最終的にに権威主義国家には勝ててなないいいのかか、えー、こううう話をしてみようかなと思います、えー、私がなんか今結構ね衝撃的な話をしましたけれどもウクライナとロシアとのこの戦いというものを見ていて、えー、そんな絶望的な思いというのが、えー、皆さんの頭の中をかすめたりはしないかななんて思ったりしてですね、えー、今回こういう話をしてみようと思いました。 で私がなんでこういう話をしているかと言ったらですね、えー、ロシアはあものすごく損害を受けているのに未だに降伏をしてこないということがあるわけですねアメリカの情報機関によるとロシアは戦争前の90%近い兵士をすで、えー、に失っているんだということがですねこれ明らかにされました 戦争前にロシアの兵力は36万人とされていたんですけれども、えー、現段階において、えー、31万5千人、えー、割合にして87%がパーセントが 命を落としたり、まあ、その大けがを負ったりしてですね、まあ、戦線から離脱するという状態になっているわけなんです最も失われた兵士というのは戦争前からいた兵士たちももちろんいるわけですけれども囚人などをこのかき集めたワグネルの部隊なんかもあったし、えー、それからその地方からですね、まあ、徴兵をしてこう集めてきた、まあ、そういう人たちもいたりということがありましたからもともといた36万人のうち えー、その31万5千人があその死んだり大けがをしたりという状態だというわけではないです。まあ、それにしてもなんですがこれだけ人的被害というものをこう生み出しながらですね戦争がこの継続できるというこの権威主義体制の強さというものには舌を巻きませんかということなんです。 民主主義国家であったら三分の一がそんな状態になったとしてももうとてもではないけど戦えないということになっていたでしょう独裁国家だとですね国内の反対運動を抑え込み言論統制を行いそれによって戦争がこう継続できるというこういう現実があるんだということからですね私たちは目を背けるべきではないんじゃないかなと思っていますさて かた、えー、やですねこの現在この西側においてはウクライナに対する支援疲れが出ているということが指摘されていますよねでは私たちはですねそんな支援疲れというほどウクライナを強く支援してきたのかということについてもちょっと冷静に考えてみたいと私は思うわけですドイツの調査研究機関のキール世界経済研究所の集計によると 西側各国の支援総額は783億ユーロ日本円でざっと11兆円ということになっています国別ではですね、アメリカがそのうちの半分以上の427億ユーロざっと6兆円を支援しその次がイギリスの48億ユーロ7000億円ぐらいということになっています イギリスはアメリカに対して従って1割ちょっとそのぐらいの支援にまその次はドイツの33億ユーロ5000億円ということになり日本の支援は6億ユーロざっと1000億円にとどまっているとで支援総額が11兆円というのはなかなかの金額だと、まあ、思われる方も多いかもしれませんところが例えばイラク戦争の時にですね アメリカがこの支出した戦費というのはなんと7000億ドル100兆円を超えていたというのがこれが実際なんですアメリカがアフガニスタンに投じた戦費は2兆ドルざっと300兆円あるわけなんですでアメリカブラウン弾薬の試算ではですね、まあ、2001年の,あの同時多発テロがあって以降そのから20年間に えー、アメリカがこの対テロ戦というものに投じた戦費はですね合計で8兆ドル、えー、ざっと1200兆円に及ぶということがあるんだそうですでここまでのことを考えた場合にですね西側全体の支援で見てもこれの100分の1程度の資金しか実はウクライナ支援に向けられていないっていうのは驚くべきことではないかっていうことなんですよ。繰り返しますが アメリカ一国であってもこの100分の1しか出していないというだけでも衝撃の話だったりするわけなんですがアメリカだけではなくって西側全体それを合わせてもえそのアメリカがすでにこの20年間に対テロ戦に支払ってきたその費用の100分の1というのはこれは相当驚く話になるんじゃないかってことなんですで。しかもですよ 本来、このロシアの問題というのは自国の安全保障に直結するはずのヨーロッパ勢がですね全体として今なおしぶちでユーロの中心国であるドイツ、フランス、イタリア、えー、これらの国々の支援額がですねそれぞれ GDP の0.1%にも満たっていないそんな状態になっているってことなんです。 西側全体のコンセンサスとしてウクライナの支援をしなければならないというのは、まあ、これはもう間違いなくあるというふうに考えるのはもちろんいいんですけれどもしかしながら西側はその一方でこれを我が事のように自国のことのようには考えていないっていうことなんだろうってことなんです。自国のこととだっっったらもっと真剣な対応を必ずずやっているはずですよね でしかもなんですがこの兵器弾薬支援にしてもですねこの約束額通りこり支援ができてるかといったらそうでもなくてこの供与に対してものすごく大きな遅れというものが出てるわけなんですね。でこのキールの研究所が公開情報を分析したところで言うとウクライナに実際に届いたアメリカの兵器弾薬というのはですね約束した額の 四十八パーセント、つまり半分にも満たっていないという状態になっていて、ドイツではさらに低い三十五パーセントにとどまっていたんですね。支援を行っている三十七カ国全体で見ても、ですね、六十九パーセント、七割に達していない。そんな水準にとどまっています。で、ウクライナに対しては、西側諸国は軍事支援に加えて財政支援も行っているわけなんですが、財政支援の総額もですね、この三百九億ユーロ。 4兆8千億円が約束されながらも実際にそのうち支払われたのは2割弱ということですからざっと1兆円程度しか払われていないということなんですね残りの3兆円以上の金額というのはですねこれはウクライナには提供されていないわけなんですでこういう事実を見ていった場合にこれ西側諸国に真剣にウクライナを支援するつもりがあるのか というふうに言った時にですねこれ大いに疑わしいっていうことになりませんかってことなんです。まあ端的に言えばなんですがウクライナがロシアに負けるわけにはいかないという気持ちはもちろん持ってはいるんですけれども負けないようにはしながらもその一方で勝ちきれるようにもしていないわけなんですね。そここままででのの支援は絶対ににやろううととしなないといい状態になっていますす先端が開かかれた当初からですねこの ロシア側に傾いている航空優勢というものをこれどうやってウクライナ側にこう回せるようにするかというのは大きな課題になっていたかと思います。そのためにはですね、まあ、西側の戦闘機を操れるパイロットこれがこう育成されているということがこれ当初から私は喫緊の課題だったと思うわけです。 えー、そのパイロットの要請にはどうしたって半年ぐらいの,、ねえー、その年月はかかるものだっていうことも分かっているわけなんですから、えー、当初から、えー、行ったとしても従、まあ、ってその戦闘機のですね供与が随分、まあ、遅れる状態になったとしてもその段階においてはパイロットは要請されているという状態を、えー、当然目指すべきだったんではないかと私は思います。 ところが実際にはですねこの戦闘機の供与がなかなか進まなかったということだけでなくてパイロットのの育成自体もなかななかかか始まらなかったというのが現実ですよねで私は当初これはね報道はされていないだけでその裏側でねこっそりとこのパイロットの育成は当初から進められているんだろうと、まあ、勝手ながら推察していたんですけれども。 で開戦後1年が経過してもですねこのパイロットの育成が全然進んでいないなんていうことを知ってですねままあ愕然ととししたいいうのを、えー、記憶していますそして西側の支援がしょぼいものにとどまりそして支援がどんどん遅れに遅れるという状態になっている中で、えー、ウクライナからの反転攻勢が近いなんてねそういう話が出ていながら。 それに対してロシアがですねこの防御陣地をどん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 この抜本的に強化できるそれだけの時間的余裕というものを与えるような感じのことにもなりましたそのためウクライナが反転攻勢に出た時にでもですねロシアはその強固な陣地によってこの攻撃をしのげるようになっていたわけなんです。 で今一部の戦線ではロシア軍が5から7発の砲弾をバン,バンこん放ってくる時にウクライナ軍はこの砲弾の在庫がないから一発しかこう発射できないそんな状況になっているわけなんですね。でこここんな状態に至っていてもなんとこの砲弾生産というものを抜本的に強化するということがなんと西側においてはですね行われていないというおぞましい状態になっているわけなんです。 でこの結果ウクライナ側は全くもって物資が足りていないというそういう状態です。で私がですねまあいろいろ不思議に思うことってなるんですが、まあ、とてもこの不思議に思っているのはアメリカの国防予算がですねこの2年間縮小しているこことなんですね、まあ、こう言うとですね「浅賀さん嘘はいけませんよ」と。 アメリカの国防予算は史上最高額になったとまあ先日も報じられていたのを「私知ってますよ」なんてねえいう人もいるかと思うんですで確かに名目の数字で言えば国防予算は増えていますですがアメリカはこの2年間激しいインフレ状態にあったということを忘れてはいけないんじゃないかと私は思いますで昨年の国防予算は3.2%の増加今年の国防予算も3%の増加なので で確かに名目値で言えばそれだけは増えてるんだけれどもあのアメリカを襲ってきた激しいインフレから見れば確実に負けけているわけなんですねでこのインフレ分を、えー、その給与に関しても補わなきゃいけないということで軍人は昨年 今年ととももになんですすががののいいうものが認められていますつまりこれぐらいは引き上げないとインフレを補うことができないということをアメリカ政府は理解をしながらそれであって国防予算を3%程度の増額にとどめていたこれは間違いなく2%程度防衛予算を圧縮するという動きを2年連続続けてやったということになるわけなんです。 ウクライナでも大活躍した対戦車ミサイルジャベリンこれの生産はですね一応2024年までに倍増されるっていうそういうアナウンスにはなっていましたが目標の達成時期はですねなんと2年遅れの2026年まで先延ばしという状態になったわけです2020年の段階でアメリカは対艦ミサイルハープーンのですね台湾への売却を決めていたわけなんですけれども これの増産がなかなか進まないという状態の中で、えー、これ納入は早くても2026年遅けりゃ2030年かもしれないなんていうめちゃくちゃ悠長な話になっていたりもするわけなんです。5年単位10年単位でのこの在庫の確保というものが示されていないから砲弾にせよミサイルにせよなかなかメーカーもですねこれ増産に動きにくい状態になっているという こういうおぞましい話なんですねで、さらにもっかウクライナに加えて中東情勢も不安定化しているえ、これは皆さんもよくご存知のところですこのことだけでも国防予算というものはですねこの増やさなければならなくなるはずなんですけれども増えてないんですよで、増やしていない中で手持ちの在庫をウクライナ支援なんかにですねバンバン回すということをやっているがために 米軍のののそうしたものの在庫が危機的な状態にまでで落ち込んでいるってこと,なんですところがこの在庫の回復に必要な予算措置を、えー、アメリカ政府はなかなか取ろうとしていないというこういう恐ろしい話が今展開してるわけなんですよ。さて「えー、ニュースウィーク」にですねイタリアのシンクタンク国際問題研究所の、えー、ノーナ・ミヘリーゼ氏とですねナタリー・トッチ氏による「 支援疲れが広がる中でプーチンの考えを完全に読み違える西側諸国との記事が掲載されましたここで彼らはですねウクライナの領土の一部をこのロシアにね、えー、この譲ってやってまあだからもう停戦にしろと戦争を終わらせろとそういう議論があるけれどもそれはおかしいだろっていうことを指摘しているわけなんですプーチン大統領がウクライナの一部の地域を分取るだけで満足するわけがないんだってことなんです 戦力を立て直してそして再びウクライナを飲み込むために動いてくるのは間違いないだろうとそしてウクライナの8割の人はそのことがよく分かっているから今のように戦況が苦しくなってもですね一部の領土をロシアに割譲してですねなんとか停戦してくれというそういう考えにはなってないんですよ。8割の人たちは今なお停戦拒否なんですね。 絶対勝利するまで戦い続けるしかないそれがウクライナ国民の基本的考えなんですよさてこのイタリアの2人の研究者はですね西側に突きつけられた困難な選択は戦争か妥協かではない敗北か勝利かだというふうに書いていますプーチンはですね西側よりもロシアの方が粘り強く消耗戦を続けられるんだというそういう確信があって 西側が妥協に望みを託してしまうそのあやふやな態度に出ていくということにつけ込んでいく戦略を採用しているんだっていうわけなんですね。さあ一旦停戦になったら西側は軍備増強をどんどんんん進めるんでしょうかいや怠るでででししょょううかいやことですその一方でロシアは最大限の軍備増強に走り剣道従来で再びウクライナに攻め込むことを考えるだろうってことなんです。 西側の防衛体制が腰が引けてるというふうに見ればバルト三国やポーランドに対してまでこれ触手を伸ばしてくるということだってありうるわけなんですよ。台湾有事が起こった時にですね、まあ、現段階では中国が西側にに、勝ちるる力ははないといいとう,ふうに見られてはいるわけです。しかしながらあ,あ一旦え台湾有事を引き起こし膨大な戦力の消耗をこの経験した後に えー、一旦停戦になったとしてでその停戦の中で戦力を回復させるということでいった場合に製造業大国となった中国の方が圧倒的にに有利に働くととといいいうこともこもれれははは忘れるべきではないと私は思います中国には数多く造船所がありますけれども、えー、遼寧省にあるその造船所1箇所だけで アメリカ全土の造船能力をすでに超えていると言われていますで民主主義と権威主義ではどちらが国の経済を発展する力があるかといえばですねもうそれはもう民主主義に決まっている、えー、これは私は断言していいと思いますそして民主主義の方がそれは人々が暮らしやすいというのもこれは確かですよねですがその平時においての強さというものが有事においては弱さに転じることもあるんだというのは 私たちはちははゃんんとと理解してておくべきででなないかってことなんですそして戦争でですねこのどっちの陣営が勝つのかというのは大義がどっちにあるのかってことももちろん影響はするんだけれどもそれのみによって決まるということにはならないっていうのも今回のですねこのウクライナに対するロシアのこの軍事侵攻から見てもよくわかるんじゃないかと思います。 そして最終的に、えー、その運命を決するのはですね物理的な戦闘力によって決まる、えー、この要素が圧倒的に強いという現実もですね私たちは正しく受け止める必要があります。でこのリアルな現実についてですね正直にこの世界に向けてしっかりとものの言える国際的な政治家というものが出てこないと、えー、この状況が大きく変わるということにはならないんじゃないか。 それが我々西側の弱点としてですねえこの私たちによってもこのよく理解されておくべきことではないのかなんていうふうにえ私は思っています世界は我々が想像する以上に残酷なところであるということをですね冷徹に受け止める必要があるえそんな風に思っています必ずやろう日本最高朝日豊でしたチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますまたベルマークの通知設定をすべてに切り替えていただきますよう併せてお願い申し上げます you